益城町にやってきました。さあご覧ください、この立派なお花畑、ピンクに白が綺麗ですね。お、そして真ん中には黄色いお花で文字が書いてますね。ありがとうございますと。ああ、いやいや、こちらこそ美しい景色をありがとうございます。今回の熊本町ラブは、熊本地震から丸8年となる益城町。トマト、すんごい美味しい。益城町産のミニトマトを使ったパスタや、おー、うん、美味しい。復興のシンボルに新しくオープンしたホットドッグの専門店などが登場します。それではこの立派なお花畑を作った方をご紹介しましょう。蔵元園芸の蔵元則夫さんです。こんにちは。こんにちは。花畑を作ったのは蔵元園芸代表の蔵元則夫さん。友人と3人で3年前から手入れをされているそうです。あそこの真ん中のようですね、はいはい、文字は何て書いてあるんですか。後ろのところは漢字で平和って書いてるんですね。平和、はい。この黄色はひらがなでありがとうございますって書いてるんです。地震があった時にいっぱいこう全国からご支援いただきましたので、そういう方々にありがとうございますということを、まあ、花でですね、字で表したらどうかなっていうことと、太陽をはじめこの大自然のおかげで毎年同じ時期にこうやって咲かしてくれますから、それも含めてありがとうございますと、まあ、はい。花畑の中心には復興への感謝と自然への感謝を込めて、平和ありがとうございますという文字が書かれています。およそ 0.3 ヘクタールに1500株近い白やピンクの芝桜が植えられています。中央の文字は黄色のパンジーだそうです。4月20日頃までは綺麗に咲いているそうですよ。このお花畑は入っちゃっていいんですか。はい、どうぞ自由にどこでもいいですよ。どこでもどうぞ。もうじゃあもうお子さんとかが入って写真撮ってもいいんですか。はい、全然大丈夫です。2016年の熊本地震で大きな被害を受けた益城町。則夫さんが代表を務める蔵元園芸でも店や自宅が被害を受け、花の苗などを育てていたビニールハウスの中にテントを張って避難生活を送りました。現在は新店舗も完成し、息子さんを中心に新たなスタートを切っています。これが、4年前にできまして、はい、それからスタートしております。中にも切り花とか、うん、胡蝶蘭とか、うん、はい、そういったお花全般やらせてもらってます。なるほど。まあ、熊本地震から8年ですけどいかがですか。そうですね、なんかもう8年かなっていう感じがしますね、うん、その日その日で生きてきた感じがするので、うん、もう8年経ったのかなっていう気はしますね、うん、はい。まあ、益城もどんどんこう復興していってますけども、今後の目標などあれば教えてください。益城に活気が戻るように、うん、一生懸命頑張っていきたいなと思ってます、うん、これからも花を通じて益城町はもちろん熊本の人々に笑顔を届けてください。あ、どんどん道が新しく広くなってきてますね。さあ、続いてお邪魔するお店はこちら。とっても可愛らしい雰囲気のお店ですね。こちらは2019年にオープンした雑貨とカフェが楽しめるお店ミモザ。益城町生まれの姉妹で仲良く営業しています。地震の前には父親が経営する車の板金塗装を行う工場がありましたが、地震で被災したことを機に引退。その跡地に娘さんたちがカフェをオープンしました。こちらが雑貨コーナーですね。はあ、かわいらしいですね、どれもね。このお皿とか、もうかわいさ抜群ですよね。はあ、素敵やな。カフェでいただけるのは地元の食材を使ったランチやドリンクメニュー。今のおすすめはこちらのパスタランチ。
ミニトマトとモッツァレラチーズのパスタです。あーすごい、チーズが美味しそうですね。うん、うわー、うん、トマトすんごい美味しい。ミニトマトは益城町産のものを農家から直接仕入れているそうです。新鮮で美味しそうですね。このね、益城産のミニトマトがね、すんごい美味しいんですよ。この酸味と甘みがね、すんごいパスタに絡まってすごい美味しいですね。このモッツァレラがいいですね。やっぱチーズとトマト相性抜群ですね。その他にもスイーツ系、惣菜系のサンドイッチやドリンクも人気なんです。こちらはその名もシュワシャリミモザ。一体どんなお味なんでしょうか。うん、うん、おシュワシュワでシャリシャリです。面白いですね。ソーダのシュワシュワとレモンシャーベットのシャリシャリ、これが一緒に味わえますね。こう自分でね、いい感じに混ぜて、こうちょうどフローズンのような感じになってます。下の方はキウイですね。うん、キウイとレモンも合いますね。あのお店の方がですね、ちょっと恥ずかしいということで今回出られないんですけど、お話聞きましたら、ここがね、お父様がやられた工場だったんですね。でその後に娘さんの夢だったこのカフェがオープンしたということで、この場所でも新しい益城が生まれてるんですね。続いてやってきたのは益城ラリです。大きいコンテナがたくさん並んでいます。続いてやってきたのは重なり合ったコンテナが印象的なボックススクエア益城ラリ。こちらは復興のシンボルの一つとして2022年5月に誕生した複合施設です。建物には耐震性の強いコンテナが使われておりまして、唐揚げ屋さんやコーヒーショップなどいろんな店舗が入っています。そんな益城ラリの中に2024年2月にオープンしたのがこちらのウェンディ。おしゃれな雰囲気ですね。こんにちは。あら、あらワンちゃん、あら看板犬のモアナちゃんが出迎えてくれましたよ。こちらは何屋さんですか。ホットドッグメインで、あのお客様のワンちゃんを連れて一緒にお食事できるお店となってます。なるほどね。あ、だからここにワンちゃんがいるんだ。はい、そうです、看板犬です。看板犬、熊本がやっぱ都会に比べるとワンちゃんが入れるお店が少ないので、一緒に楽しめる場所があったらいいなと思って出しました。なんでまたホットドッグだったんでしょう。私が好きだからですね。あ、なるほど。もうドッグがつけば何でも好きと。そうです。あ、素晴らしい。早速ホットドッグをいただきます。ドッグ愛あふれる上村さんの一押しはバジルチーズドッグだそうです。美味しそうですね。うん、うん、おー、うん、うん、うん、チーズが香ばしくていいですね。うーん、ソーセージがすんごいジューシー でレタスがシャキシャキなんですよ。でそれにね、こうバジルがふわっと香ってすごく合いますね。こちらはスイーツメニューの人気ナンバーワン、揚げパンアイス。熱々の揚げパンにアイスをトッピングしています。おお、冷たいのとあったかいのが合いますね。うん、甘くて美味しい。不思議な感覚です。こちらの益城ラリなんですけど、はい、益城の復興のシンボルというふうになってますけど、その辺はいかがですか。そうですね、まあ、地震から8年経って益城は特に被害が大きかったと思うんですけど、まあ、この益城ラリからどんどん盛り上げていけたらなと思ってます。